トゥルカナ湖国立公園群は、ケニア北部のトゥルカナ湖の3つの国立公園の総称で世界遺産。東岸に立地するしい国立公園は1570平方キロメートルで、エチオピア国境に30キロメートルほど、湖の中央やや南の火山島のセントラルアイランド国立公園5平方キロメートル、南端近くのやはり火山島のサウスアイランド。 国立公園39平方キロメートルからなる。ケニアの他の国立公園と同じように、ケニア野生生物公社が管理している。荒涼とした湖岩に縁取られた、翡翠色の湖水が、草木の生えていない絶壁の間を南北に伸びる、印象的な景観、水鳥の大規模な生息地、数百万年前の人類の化石の産地、といった観光資源には恵まれている。しかし、 交通が極めて不便な場所であるために訪問者は少ない。水潮、ナイルワにカバの生息地であり、多様な鳥類衣装と砂漠環境を持つトゥルカナ湖の生態系は植物と動物の集団の研究に理想的な場所である。また、戦死時代の環境の理解につながるコービーフォラの人類祖先の化石産地がある。これらが世界遺産選定の理由である。トゥルカナ湖は マラウィコ、タンガニーカ湖から続く第一交代の湖のうち最も北にある。南北 250km、東西は最大で 40km の細長い湖。湖水はソーダを含む。大部分はケニアに含まれるが、北の端は国境を越えてエチオピアに入る。流出河川はない。流入河川はエチオピア側、湖の北端に河口が開く。 オモ川が最大で湖に流入する水量の90%以上を供給する。小規模なものがケニア川にある。英語の別名は、翡翠の海で植物プランクトンで深い緑色をしている湖水がそのいわれである。2012年現在、オモ川のエチオピア領には、 大型ダムの建設が進められており、将来的に水利用が進むと湖水面の低下、塩分濃度の上昇により、生態系が危機に直面する可能性がある点について、ユネスコは懸念を表明している。2018年には、エチオピアのギベスリー、ダムの影響に対する懸念から危機にさらされている世界遺産リストに加えられた。セントラルアイランドは3つの加工があり、 火山活動が見られる。気候は暑く乾燥している。平均気温は摂氏30度ほど、年間降水量は200ミリメートル以下。7月と8月が気温が低く、3月から5月が雨季である。雨は年によって変動が激しく、予測は難しい。砂漠に近い環境だが、稲荷の総本とともに、各種のアカシアや塩分に耐えるヤシの一種などの樹木が、 枯れ川の縁のような水分のあるところに生えている。島には、サルバドラパーシカのヤブもある。本土には、シマハイエナ、ブチハイエナ、カラカル、ライオン、ヒョウ、クレビーシマウマ、アミメキリン、カバ、グラントガゼル、レッサークーズー、ディクディク、ゼレヌクなどのサバナに生息する、大型動物が見られる。島には、大型動物では、ナイルワニ、カバ。ナイルワニは、 世界最大の個体群でセントラルアイランドに1万4千個体いると報告されている。5メートルを超えるものもいる。鳥類ではペリカン、サギ、フラミンゴ、チドリカク種など350種を超える。魚類は固有種7種を含みナイルパーチなど47種。セントラルアイランドの加工庫の一つにはシクリットの固有ア種がいる。コービホラカラは200万年前の人類。 ゴムハビリスの骨が発見された。アウストラロピテクスロブストゥスは非常に頑丈な顎を持つ人かの絶滅種である。1999年には350万年前の人類ケニアントロプスプラチオプスが見つかった。シビロイ国立公園に博物館と研究センター、ゲストハウス、キャンプ場、島には施設は作られていない。季節営業のロッジが 公園の外の湖畔のオアシス、ロイアンガラニにある。湖に名前がついている、トゥルカナ族を筆頭に、サンブル族、レンディーレ族、ポコット族、ガブラ族、ボラナ族などの周辺住民は、伝統的に遊牧で生活している。最も乾燥する期間には楽だ。ヤギといった家畜を、しびろい国立公園の中に入れることが認められている。降水量が少ないため農業は行われていない。 ケニアで最も人口の少ない民族、エルモロ族は漁業で生計を立てており、本土側沿岸とサウスアイランドに居住している。ケニアで最もアクセスの悪い地域である、ナイロビから北へ 800km。サウスアイランド、セントラルアイランドには、本土側のロイアンが何かしびろい、または西岸のロドアから船。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。アール・シフマン、ケニアの野生動物を守れリチャード・リーキーに聞く。日経サイエンス2017年4月号。日経サイエンス社、82ページ。世界最大の砂漠港を脅かす隣国のダム、ケニア。フランス通信社。httpwww.afupub.com、アーティクル、エンバイロメントサイエンス。 イット、エンバイロメント、288万3441、907万64082012年9月23日、閲覧。レイク、トゥルカナナショナルパークスインスクライブド、オンリストオブワールドヘリテジインデンジャー。ありがとうございます。